はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムエコーズでは続きをやっていきましょう。とりあえずまたアルムの方から進めていきますと。こっちはこっちでまた強そうだな。森の分岐点の戦い。アルム君、報告によるとリゲル軍本体は森を抜け西の方まで退却したそうです。なので我々が次に対峙するのはその手前にある砦の土勢軍が先になりそうですね。そうか。なあルカ、フェルナンが言っていたリゲルのベルクト将軍についてルカは何か知っているかい？ええ、噂は金がね、年は君とあまり変わらないそうですよ。王家の血を引く若き将軍、フェルナンが継統するのも無理はありませんね。そんなに大事かな、生まれとか血筋とか。アルム君。なあ、ごめん、貴族のことを悪く言いたいわけじゃないんだ。おかしなことを。君こそ伯爵であった埋戦郷の血を引いているではありませんか。それはそうなんだけど。アルム、この森を抜けたら敵陣だ。戦いを前にして余計なことは考えるな。うん、ごめんよクレーベ。どっちかっていうとクレーベ自身が動揺してんじゃねえかよ。よく来たな解放軍ども。フェルナ、そしてお前は。我が名はベルクト、リゲル帝国皇帝ルドルフ陛下の甥にあたるものだ。ベルクト皇帝ルドルフ。お前がアルムだな。ソフィア城での戦いはなかなか楽しませてもらったぞ。英民どもの寄せ集めにしては大したものだ。本体は撤退したと聞いた。なぜここにいる？ベルクト様のお戯れだ。お前たちの力を試したいとな。このところ戦がなく腕が名乗っていたのだ。ちょうどいい、その力見せてもらうぞ。みんな来るぞ。どうした平民が、この俺に人たち入れてみろ。平民じゃない、僕の名はアルムだ。ああ、そうだったな。ん？どうした？お前、その左手の朝は。これが何だって言うんだ、今は関係ないだろう。そうだな、お前のようなものに聖痕などあるわけがない。よく似た偽物だ、平民にはお似合いのな。とりあえずマップ配置を見て、こいつナイトキラーを持ってる方だっけ。そうだよな。ってことはありかし相手はできそうだね。え、敵の戦力少なくない？これだけ取り囲んでんじゃん。しかもマジか。でもな、シルクがやばそうだな。アルムは動かせないからシルクやっぱちょっと下にしよう。どうすっかな。重装歩兵的なのが上にいないな。ソルジャーを上に派遣して、でここはさすがに危険だからこうでしょ。でルカはちょっと前に出そう。で弓をお供につけてこれでいいかな。進めるだけ進んでいいかな。森に行くべきかどうするか。ルカはまあ前線に出そう。で弓は後ろの方で待機と。こっちも行けるな。森に行こう。こいつらは大丈夫なところに行って、
クリフとかどうなのよ。寄ってこられるとちょっと厄介なんだよね。任せたまえ。いつでもどうぞ。なるべく囲まれない位置を陣取った方がいいから、これはこのままでいいか。こっちに来るか。お前たちの力など今さら試すまでもない。4 9。フェルナン弱い。腕が上がったのを感じるよ。あとはこいつだな。やばそうだな。さあ来い、遊んでやろう。お前こやばい、犠牲になってもらう。ホルス囲まれてんね。死んだな、ホルス。さようなら。戦死者が出たか。もうお役に立てそうにありません。申し訳ありません。クレーム、そ、鉄の槍を道具袋に送った道具はとりあえず大丈夫なんだ。ってかここやばいね無理だよ、届かねえし。任せてくれ。やはり上に集中させたのがあれだったな。とりあえずこいつはだってもうここで逃げよう。ファイヤーだな。強くなった気がするよしよしよし。エクスカリバー、すげえかっこいいの覚えたんだけど、これ無理だな。ちょっと待機、みんな進め、敵討ちじゃ。弓兵はちょっと危険。シルクもさすがに入るのは危険だからな。クレーベ狙いか。次フェルナンを倒せそうだね。何か感じたのだが、気のせいか。お、パラディンにクラスチェンジ。お、来た。危ねえ危ねえ。戦死者が一人で済んだか。クレーベは大丈夫でしょう。見誤ったか。う、強いけど、強いけど大丈夫なはず。魔法でまずはぶっ倒す。ちょっとここは危険。エクスカリバー3、命中率が高い。ああ、いいね、命中率高いね。必殺の一撃が出やすい。かっこいい。エフィで倒すか。あれ1残るかわされた、かわした、かわされたフェルナンはだってこいつで大丈夫でしょ。そうか、森にいるのか。倒したけど、私の出番かな。頼むぞ。これかわされるとかなり危険だからな。危ない危ない。油断したか。まあいい、ここは撤退だ。蜂蜜を手に入れた。なぜフェルナン蜂蜜なんて持ってたんだ。とりあえず一回援護をかけよう。パイソンだから特に補正はないね。3 経験値稼ぎ。こいつはここにいると命中率が上がるはずだから。お、必殺くらえ。15、強い。どうだ、お前を倒す。これここにいると補正がかかるのかな。かかんないか。86、
ん？どういうこと？左に出てるのが補正がかかってるってことかな。まあ、いいや。これが遠距離攻撃の強みだよ、ベルクト君。俺をここまで追い詰めるとは。まあいい。このようなこと調べ、命を落とすほどのものでもない。うちは一人失ってしまったけどね。聖なる指輪。聖なる指輪ってなんだっけ？なんか回復するやつだっけ？いやー、フォルスが死んでしまった。覚悟はしていたけど、しょうがない。これが戦争というものだ。パイソンが99。勝った。だけどたった3機でなんて強さだ。これがリゲル帝国の力か。我々は本当にこれで。クレーベン。ああ、なんでもない。それよりドゼーの砦には我々の仲間が捕らえられているんだ。うん、聞いているよ。マチルダだね。あのクレーベの。ああ、そうだな。マチルダと私は将来を約束した仲だ。彼女には長く辛い思いをさせてしまった。だがやっと救い出せる。よかったねクレーベン。よし、僕も頑張るよ。ああ、ありがとうアルム。よし、とりあえず転職しに行こう。あ、でも町も入れるね。町っていうか村だけどさ。まあ、村はさすがに敵は出てこないでしょう。あれ？なんだ？盗賊が現れた。会話、クレア。アルム、あの、グレイに聞きましたわ。セリカさんって、アルムたちの幼馴染でしたのね。だから、あんなに親しそうでしたのね。よかった。ああ、いえ、こちらの話ですわ。でも、セリカさんって、本当にただの神官様ですの？なんていうか、気品があるというか、アルムと似た空気を感じますわ。うん、おばさん。何か用かい？この村には何もないよ。起きてを守って、ひっそりと暮らしていたのに、ドゼーやリゲルの兵隊たちに、めちゃくちゃにされちまった。あんたたち、解放軍なんだろ？頼むよ、ドゼーに一泡吹かせてやっておくれ。とりあえずオレンジをよこせ。オレンジくらいあるだろう。ほら。他オレンジの木、ん？咲くか。じゃあ中に行きますか。民家に。会話。おじさん。ああ、解放軍の方々、どうか助けてください。私の娘がガーゴイルにさらわれて西の祠に連れて行かれたのです。助けてくだされば私の宝物を差し上げます。どうか力をお貸しください。なんでガーゴイルがさらっていくの人を。あ、間違えた。どうか。そしてこんなおっさんがさ、宝物って言ってもさ、記憶のかけら。一体どれほどのものを持っているんだろうか。一般のおっさんでしょ。なんで宝物なんて持ってんの。少なくともうちには宝物なんてないよ。ってか何こいつ。お前たち解放軍のものか。そうだけど君は。俺の名はリュウト。この森の村の魔導士だ。頼む、俺の妹を助けてくれ。妹。ああ、妹のデューテはこの村で最も優れた魔導の素質の持ち主なんだ。だがそれを嗅ぎつけたリゲルの妖術師タタラに捕らえられてしまった。今デューテは奴に操られ、北の水門を守っている。リゲルは水門を閉じ続け、このソフィアを水に沈めるつもりだ。なんだって。ソフィアに洪水を起こすつもりなのか。そうだ、お前たちも
それは阻止せねばならないだろう。妹を救ってくれるのなら俺も手を貸そう。タタラさえ倒せばリューテは正気に戻るはずだ。仲間にしますか。はい、旅の商人。なんかよ、俺は旅の商人さ。あんたの持っているものを一つだけ、あんたの望むどこかの誰かに届けてやるよ。何それ、持ち物を預けますか。え、あ、これセリカに渡せるってこと。もしや、聖なる指輪はでも欲しいからね。なんかある、渡したいものとか。いやー、特段ないけどね。大丈夫っす。リュートやデューテはこの村を開いた祖先、英雄ソフィアの一番弟子と呼ばれた魔導士の子孫でしてな、代々優れた魔導士が生まれる家系なのです。このことはこの村の者と国王しか知らぬはず。一体誰がリゲルに漏らしたのか。うん、あとはここら辺はちょっと漁るか。これなんか怒ってんね、飲み水。他は、他はこれ何、小麦粉。さすがだな、盗賊っぷりは。あるものは全てもらっていく。鍛冶屋、すごいね。なんかやってくれんのかな。いらっしゃい。え、なんか錬成で銀貨や金貨を払って武器の強化ができます。強化の上限は武器によって異なります。名を刻むって何、名前を付けられるってこと。監禁、ああ、なるほど。ちょっと錬成、何をすればいいんだ。結構金かかるんだね。200とかかかるよ。最後、イカズチの剣、金貨が必要じゃん。金貨とか持ってねえし。無難に、じゃあちょっと鉄の剣でもまず鍛えてみる。鉄の剣2、ん、今 1? 違う、今0ってことか。それを1にすると威力が1上がりますと、2にすると命中も威力も上がりますと。命中上がるのはでかいよな。見れるのか。あ、見れるね。めちゃくちゃ上がるんだけど。鉄の剣めっちゃ強くなるじゃん。ちょっと待って、そう考えると重さとかも下がるね。錆びた剣、あ、錆びた剣どう、ちょっとできる。錆びた剣を進化させますか。大丈夫、ちょっと1個しか持ってないからな。なんかいいのかな、やっちゃって。ナイトキラーとかもすごいよね。悩むな。錆びた盾とかも今俺いくら、30円しかないのか。ナイトキラーも高えな。すげえ悩ましいな。悩ましいけどちょっと分かんないから、このままにしておこう、とりあえず。ありがとうよ。でここは鍛冶屋だから、他なんかあるのかな。パクれるもの、飲み水。完全泥棒だな、これは。ああ、なんでもないか。とりあえず飲み水だけもらって去ってこう。民家1。あんたたち解放軍の人か。噂じゃ土勢の砦に捕まってる解放軍の兵士が近々見せしめに処刑されるって話だぜ。なんだって、マチルダか。あ、早く助けに行った方がいいんじゃないか。確かにな、早く助けに行った方がいいけど。大勢の手下たちってしょっちゅうこの村に来ては荒らして帰って行くのよ。中にはたちの悪い騎士に連れ去られた子もいてね。リゲル帝国は洪水を起こそうとしてるっていうし。ああ、いつになったら安心して暮らせるようになるのかしら。まあパクれるものをパクってこう。パラディンになりたいんだよ、パラディンに。オレンジの木ってか、怒ってるオレンジしか取れないのっていう。よし、じゃあとりあえず一旦この村はこんなもんかな。アルム、少しいいか。なんだい。あのリュートという若者の妹のことだが、安請け合いをして大丈夫なのか。リゲルの妖術軍団を前に
村娘一人守りきれると誰が言う。クレーベン、確かにそうだけど、でもリーダーは君だ。君の決定には従おう。だがこの解放軍は娘一人を救うことが目的ではない。時には非常になることも必要だと思わないか。もしもさ、これが村の女の子じゃなくてお姫様だったら、クレーベはきっと命を懸けても助けるんだろう。しかしそれは、僕だって全ての人を救えるなんて思ってはいないよ。クレーベが言うように、誰かを見捨てることもあるかもしれない。でもそれは平民だとか貴族だとか、そんな理由であってはいけないんだ。僕はそう思うよ、アルム。みんなには迷惑をかけることになるかもしれないけど、どうか力を貸してくれないかな。とりあえず転職って、おお、進んできた。あいつ進んでくんのか。ちょっと待って、転職ができる場所はだいぶ戻んないといけないよね。ここまで行かないといけないっけ。あ、ここにもあったよね。でもさ、結局はさ、ダンジョンみたいなところまでやらないといけないから。え、なんだこいつら。マジで、まあいいや、ほっとこう。あれ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 、パラディンが現れた。マジでなんだ。キョドってんな。あ、来た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 、盗賊が。知らん。あ、盗賊の奥まで来ちゃったか。まあいいや。ちょっとパラディンになりましょう。じゃあクレーベをパラディンにしましょう。移動力また増えるのか。めっちゃすげえな。よし、じゃあ出よう。また出てきたんだけど。何こいつら、ちょ、めんどくさいことになるな。うわ、盗賊が来る。やつら倒さないとダメか。妖術師も現れたんだけど、やつらと戦闘になりそうだな、これは。うわー、マジか。こいつらを倒す必要があるか。とりあえず行こう。ちょっとセリカやってないけど、北の門の戦い、こういうのはもうなんかサクッとやっちゃった方がいいかな。だって一般兵でしょ、簡単に言うと。配置とかもすげえな。すげえいっぱいいんだけど。何これ。ここで待ち伏せしよう。リーダーを譲った気分は。肩の荷が下りましたか。手厳しいな。だがお前のようなものがいてくれて心強い。何しろフォルスもパイソンもあの通りだからな。フォルスは真面目だが熱しやすいし、パイソンはそもそも熱意というものがない。二人とも戦場では優秀なのだが。これは特にフォルスには聞かせられない話ですね。衝撃で寝込んでしまいますよ、きっと。だからそういうところが問題なのだがな。とにかくだからこそお前の存在が貴重だということだ。これからも一歩引いたところから我々を見守ってくれ。うん。フォルスって死んだやつだっけ。そもそも。
ロビン。おお、そっちから来るとは思わなかったぜ。どうせ声かけてくるんでしょ。もういいよ、これだけ言われて怒りもしないんだから。ロビンって本当お人よしだね。そうか、自分じゃよくわからねえよ。僕はそんな風にできないよ。いろんなことに腹が立つし、いろんなことが嫌でしょうがない。だからロビンを見ると惨めで腹が立つのかな。そんなの、俺だって嫌なもんはいっぱいあるぜ。ただお前は友達だから嫌じゃないってだけでさ。そうなの？そうだよ、大して変わりゃしねって。ま、人って自分よりよく見えるもんだよな。俺もアルムとかグレイとか見てると落ち込んだりするぜ。いや、それは正しいんじゃない。おい！ごめん。やった、金を手に入れた。いや、結構時間かかるね。僕たちの敵じゃなかったね。やっぱり遠距離攻撃できるやつが強いよな。盾役を一人置いてクレアが次でレベルが上がるね。あ、またこいつらが来んのか。じゃあちょっと最後の戦いがあれになっちゃってセリカ動かしてないけど、とりあえず月はもうこいつは始末しておこう。でそこからやっていきたいと思いますので、じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。